朝倉未来、お前がぶっ飛ばされるから俺が普通にぶっ飛ばしたわ。まあ、はい、朝倉未来首のシワすごくないですか。首のシワ、もうこれ朝倉未来偽物説なの。陰謀論者だったの。朝倉未来のお父さん陰謀論大好きや。影武者みたいな。すぐほどの朝倉未来研究家になるとそういうことも考えちゃいますね。